ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、今日はですね、2021年2月の13日土曜日です。はい、鉄道会社のね、アプリを見て、で、鉄道の列車位置情報を見るとね、位置情報が載ってない電車が来たんでね、なんだろうと思ってカメラを向けてたら、5000系が来ましたね。京王ライナーの回送電車ですね。これから多分新宿の方に向かって、京王ライナーとしてね、営業するのかなと思います。結構夕日が当たって綺麗ですね。はい、さっきまでね、南武線の鉄橋にいたんですけどね、また、自転車に乗ってね、京王線のこっちが本線の方ですね、こっちの鉄橋までねやってきました。はい、ちょうど4時過ぎぐらいの時なんで音楽が流れてますね。キューピーのね、建物が見えますけどね、あそこで、あれかな、マヨネーズ作ってんのかな。まあ、京王線がね、来ますね。今見てる方が、分倍河原駅の方ですね。この鉄橋はね、なんかなんだ、トラスとかがついてなくてね、見渡しがいいからね、撮影ポイントとしてはすごくいいですよね。夕日が、車体のね、ステンレスに当たってかなり綺麗ですね。なんかオールウェイズみたいな映画みたいなシーンが撮れましたね。よしで、橋のね、川の向こうが、聖蹟桜ヶ丘駅の方ですね。で、聖蹟桜ヶ丘駅を出発した電車が今度ね、鉄橋を渡ってやってきました。はい、サイクリングで自転車がね、ちょっと前のめりで乗るんで、手でね、体を押さえるから、手がね、筋肉痛になるんですよね。だから、手がね、プルプルしちゃって、だから、動画がね、少しブルブル震えてるかもしれないです。はい、結構夕日に当たる京王線って、綺麗ですよね。うん。で、今日はね、本屋さんに行ってね、鉄道模型趣味の、雑誌を見てたら、なんか話しかけられまして同じぐらいのおじさんだと思われたのか、はい、話しかけられてですね、そこで私もちょっとこんな鉄道模型やってますよなんて言ったら、なんかほうほうみたいな感じで話してましたね。まあそんなこともありましたね。で、あと他ね、鉄道でまあコロナ禍でも大丈夫なような撮影場所ってどこかないかなと思ってね、皆さんどんな鉄道が見たいんですかね。こういう鉄道でもいいんだったら何回も何回も出しますけどね。はい、まあどこかね、どこ行こうかな、ちょっとね、まあ、都内の方はね、あんま行きたくないんですけどね。まあ、関東の西側だったら、まあ、人が少なめな方だったら行ってもいいかなとは思ってますけどね。はい。あとね、2月の22日はね、休まないといけないんですね。だから、まあ、4連休なわけですよ。で、今日1日目は無駄に家で過ごしたんで、あと3日間しかないわけですね。さて、どこに行こうかな。困ったな。どうしようかな。あ、これね、ファンって鳴らしたのはね、左側に親子がいてね、その子供にファンって鳴らしてくれたみたいですね。結構見てるもんですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。